大友伝古今道特記郎大取り寺は、京昌北道安藤市にある仏教寺院である。韓国仏教の最大勢力である、宗慶宗の第十六教区本寺である、今寺の末寺にあたる。韓国で最古の木造建築の一つとされる極楽殿で知られている。寺の創建は、白木の時代の672年とされる。開盗家本宗の創始者である義章の弟子。 農人の創建と伝えられる。銀賞の創建と考えられてきたが、1972年に極楽殿が解体補修された際に発見された1625年の上領文は創建者を農人と記している。なお、1625年の上領文には、1363年に屋根を修理したことが記録されており、少なくとも、 高来中期にあたる1363年以前に極楽殿が建てられたことが分かった。混流年代に関する確実な資料はないが、現在大鳥帝寺極楽殿が韓国最古の木造建物の一つと言われている根拠はこの上両文によるものである。1999年に英国のエリザベス女王が初奉還した際、女王は大鳥帝寺を訪問した。 大鳥提寺の法名録に、静かな山寺、大鳥提寺で、韓国の春を迎えると書き込んだという。偽章が紙で大鳥を作って飛ばし、その紙の大鳥が降り立ったところに建てたのが、大鳥提寺という伝説がある。また一説には、偽章が華厳祈祷を行うため山に登ったら、天女が現れた明松を灯し、青馬が先導して、 今の太陽殿の位置に立ち止まったため、山の名前を天童山とし、青馬が立ち止まったことを記念して、寺名を大鳥掲示としたという伝説もある。いずれも、偽証が創建者であることを前提にしている。ありがとうございます。